皆さんこんにちは。俳優の川崎麻世さん。そんな川崎麻世さんは14日再婚したことを SNS で発表し話題となっています。今回は川崎麻世さんの再婚相手や前妻について詳しく紹介していきます。先ほども触れたように14日俳優の川崎麻世さんは自身が再婚したことを SNS で発表しました。また SNS にはこの度かねてからお付き合いしていた方と入籍いたしましたと綴り、東京駅をバックにウェディングドレス姿の新婦にひざまずき愛を誓う自身の様子を写真でアップしていました。そして彼女と笑顔があふれる穏やかな毎日を過ごしていきたいと思っております。今後とも我々を温かく見守っていただけたら幸いです。なお明日放送の踊るさんま御殿に夫婦揃って出演させていただいております。番組内でお相手の方のことを話させていただいていますのでぜひご覧くださいとも記していました。そんな川崎麻世さんの再婚相手は釣りアイドルとして注目を集めるカノンさん。再婚は以前から噂がされていましたが詳しいことは知らされていなかったため世間でも驚きの声が上がっています。カノンさんは1984年6月2日生まれの40歳です。音大在学中にくるくるというシングルで歌手デビューを果たし、その後女優やモデルとしても活動していました。ですが彼女の人生を大きく変えたのは釣りとの出会いだったそうで、現在カノンさんは奥間ガールカノンとして YouTube で釣り動画を公開し人気を集めています。釣った魚を料理する腕前も披露するなど多才ぶりを発揮しています。彼女の魅力は釣りの技術だけでなく明るい性格と美貌にもあり、多くのファンを魅了しています。また近年アウトドア活動への関心が高まる中、釣りアイドルの人気も急上昇しています。そのためカノンさんのような存在が釣りの魅力を若い世代に伝える架け橋となっているようです。さらにカノンさんは Twitter や Instagram などの SNS を積極的に活用し釣りの楽しさを発信しています。これにより釣り業界全体の活性化にも一役買っています。そんな2人の馴れ初めは噂によるとカノンさんは銀座近くでバーを経営しており、そこで川崎麻世さんと出会ったとされています。この偶然の出会いが2人の関係を急速に発展させたそうです。一部のメディアでは2人がすでに同棲しているという情報も流れています。2018年時点である取材陣が川崎麻世さんに直撃し、カノンさんと同棲していることを川崎麻世さんに問いただすと関係を否定していたようでしたが、その後週刊誌が一緒に旅行に行っていたことなどについて話すと最終的には認めたような形になっていたようです。偶然にも川崎麻世さんが住むマンションにカノンさんが引っ越してきたようで、そんなことから交際に発展して現在では川崎麻世さんの部屋で同棲しているようです。このように同棲中のカノンさんですが、何やら妊娠中で結婚するといった話題も浮上しているようでした。調べてみたところ、どうやら現在カノンさんが妊娠しているといった噂はあるようでしたが、確かな情報はないみたいでした。そんな今回再婚発表をした川崎麻世さんは、再婚と言っているだけあって一度離婚歴があります。前妻は元モデルのカイヤさん。2人は1989年に六本木のクラブで出会い交際に発展し、妊娠が発覚したことで旧ジャニーズ事務所を退所。1989年11月に長女ケイトさん、ケイトアンザが誕生し、1990年8月に結婚しました。1993年には舞台で共演した女優斉藤由貴さんとの不倫スキャンダルを週刊誌にスクープされ、大騒動に発展しましたが離婚せずに、1996年10月には長男シオンさんが誕生しました。川崎麻世さんはその後も1998年に舞台女優との不倫疑惑を報じられ、2000年に入って以降はカイヤさんとの別居生活が始まり、2012年には加納栄光さん、東京ゼロさんの豊本明永さんとの交際も報じられた。女優タレントの浜松めぐみさん、旧芸名イコール浜松咲希との
不倫を報じられました。その後も元銀座ホステス等との不倫や妊娠中絶スキャンダルを報じられるなど、カイヤさんと別居中にも複数の女性との関係が報じられていました。またカイヤさんとの離婚を求めて裁判を起こした。2018年には再婚相手のカノンさんとの交際が報じられていました。このように様々なトラブルが報道され、2017年に川崎麻世さんが離婚を求めて提訴、カイヤさんも川崎麻世さんの DV を理由に反訴するなど、裁判は泥沼化していました。そうして6年にわたる離婚訴訟の末、昨年10月19日にタレントカイヤさんとの離婚成立を発表しました。これを受け、カイヤさんは自身のブログを通じて離婚が成立したことへの思いを綴っており、カイヤさんは離婚届が受理されたことはマスコミを通して知りましたとし、裁判は本当に大変でした。言葉の壁や日米の価値観の違い、思っていることや伝えたいことが残念ながら届きませんでした。皆さんが知っているテレビに出ている私のように声を大にして叫べば何かを変えられるかなと少しだけ思ったりもしますが、そんなことばかりしていると子供をはじめ支えてくれている方々のためにならないのでやめておきますと冷静に語り、続けて外国人として日本に来て文化や価値観の違いからたくさんの大変なことがありました。そんな中でも私に温かくしてくれる人がこの国にはたくさんいました。外国人が生きていくには昔とは時代が変わり少し良くなりましたが、まだまだこれからも大変なことがあると思いますとしますが、私はこの日本という温かい人がたくさんいる国が好きです。その日本で子供と共に楽しいことや笑えるようなことを一つでも多く増やし生きていこうと思いますと前を向いていました。そしていろいろと気にかけてくれている皆さん、長い間心配させてしまいごめんなさい、でもありがとうと伝えたいです。何度でもありがとう、本当にありがとうと感謝を述べる一方で、川崎麻世さんには出会ってから1週間の間まであなたは本当に素敵でした、さよなら麻世と皮肉たっぷりに綴っていました。いかがでしたでしょうか。今回は川崎麻世さんの再婚相手や前妻について詳しく紹介していきました。川崎麻世さんは前妻と当時は別居生活をしながらも離婚することはなかったようでしたが、離婚の裁判をするほど本格的に動き始めた時からカノンさんはすでに妊娠をしていた可能性も考えられますし、カノンさんとの再婚を考えていたのかもしれませんね。川崎麻世さんの SNS での発表内容にもあるように、10月15日放送の5ドル3孫展に2人揃って出演するということなので、その時に詳細がわかるかもしれません。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。